セバーントンネルとその周辺を示す1946年の地図セバーントンネルは、イギリス・イングランド西部のクロスターシャーと南ウェールズのモンマッシャーの間をセバーン川の三角港の下をくぐって結ぶ鉄道トンネルである。トンネルは、グレートウェスタン鉄道によって1873年から1886年にかけて建設された。全長は4マイル624ヤードあるが、 このうち2.25マイルが川の下の部分である。2007年に高速新線 CTRL のロンドンイーストトンネル及びロンドンウェストトンネルが開通するまでの100年以上にわたり、イギリスにおける本線鉄道としては最長のトンネルであった。推定トンネルとしても、1942年に開通した日本初の推定トンネルである関門鉄道トンネルと比べ全長で約2倍。 水底部の長さは約3倍と大規模なトンネルであった。このトンネルはロンドン及び南部イングランド全域と南ウェールズを結ぶ幹線鉄道の重要区間となっており、多数の旅客列車及び貨物列車を通している。トンネルが普通の際は列車はグロスターを迂回することになる。信号設備の配置によりほぼトンネル全長が一つの閉塞区間となっており、 続行列車との運転時核を制約している。また90分の1から100分の1に達する急勾配のため重量貨物列車の運行が難しくなっている。線路の間に設けられた排水口により地下水をトンネル内の最深部にあるサドブルックのポンプ室の下に送り込んで地上へ排出している。タンク車が脱線して発火した石油が排水溝に流れ込むといった事故に備えて 危険物を搭載した列車と旅客列車が同時にトンネル内に侵入しないような特別な手配がなされている。トンネル内で重大事故が発生した際には旅客と乗務員が脱出できるようにする特別な避難手順が用意されている。サドブルックポンプ室には関係者専用のトンネルへの連絡通路があり、水が組み上げられ換気の空気がトンネルに送り込まれる。 縦孔に鉄製のはしごが備えられている。当初グレートウェスタン鉄道が設置した換気設備ではサドブルックで空気を排出する仕組みになっていたが、当時運行されていた蒸気機関車からの排気ガスにより換気のファンが早く腐食してしまったため、1960年代にポンプ設備が交換されて空気の流れを逆向きにし、新鮮な空気をポンプ室で トンネル内に送り込んでトンネル口から吐き出すようにされた。保守作業はトンネル構造の物理的な状態も相まって特別困難で通常よりも特に注意して保守作業を行う必要がある。また現地への移動の便と人員の安全確保の困難さから作業は一時的に線路閉鎖を行ってしか実施できない。このトンネルを通過する列車は1日に 約200本が設定されている。トンネルのポンプ室の一つ、セバーンの浜にあるモノトンネル建設以前は、ブリストルと南ウェールズの間を鉄道で移動するには、ニューパッセージとポーツクウットの間でフェリーを利用するか、グロスターまで迂回する必要があった。トンネルを建設すれば所要時間を大幅に短縮することができた。 1873年3月に工事が始まり、1870年代を通じて徐々に進められていった。建設に携わった技術者であるトーマス・ウォーカーの著書によると、グレート・エイスタン鉄道は、この工事の最重要部分は、深い海峡の下を掘ることであると考えていた。しかし、実際に困難であったのは、モンマッシャー側から掘ったトンネルの先端が、 グロスターシャー側から掘ったトンネルの先端までわずか130ヤードに達した時点であり、1879年10月に工事現場で異常出水が発生した。流れ込んだ水はトンネル上部のセバーン川川口の寄水域からの塩水ではなく、ウェールズ側からの淡水であった。この水源は偉大な泉として知られるようになった。1879年の出水事故の後、 トーマス・ウォーカーは、グレート・ウェスタン鉄道の技師長、ジョン・ホーク賞により、トンネルを復旧、完成を任せる契約を行った。偉大な泉を食い止めるためには、ポンプ設備の大幅増強とともに、ダイバーを縦港からトンネル内に潜らせて作業現場の防水扉を閉じ、出水を抑制する必要があった。この困難な作業は、最終的に年月に、 ヘンリー・フルースの新しく発明した自給式呼吸器を使ってアレクサンダー・ランバートによって成し遂げられた。しかし、偉大な泉付近での作業開始は1881年1月に一時的に水を止めることに成功してからであった。建設工事は1883年に再度、偉大な泉からの出水で中断し、今度もランバートがなんとかこれを食い止めた。作業を妨げる。 さらなる事故として大きな津波やイングランド側のサーモンプールと呼ばれる部分の底が貫通してしまったことがある。この中断期間にシャープネスとリドニーの間のセバーン鉄道橋が開通した。トンネルは1885年中に完成し、1886年1月9日に貨物列車が通過したが、定期運行はポンプ設備の完成まで待つことになった。 貨物列車の定期運行開始は9月で、旅客列車の運行開始は着工からほぼ14年経った1886年12月となった。設置されたコーンウォールエンジンが偉大な泉やその他の水を1960年代まで排出していたが、その頃電動ポンプに交換された。1930年代には偉大な泉から淡水を調達できる。 可能性から近くに海流園と海軍創薬工場が進出することになった。この水はまたサドブルックの製紙工場にも供給されていた。1924年グレートウェスタン鉄道によりピルニング駅とセバーントンネルジャイクション駅の間で自動車の輸送が開始された。これは潮汐の影響で時刻が一定しないオーストフェリーやグロスターを回る 長距離の道路の代替となるものであった。この輸送は第二次世界大戦後も継続していたが、1966年にセバーン橋が開通して不要となった。第二次世界大戦中、グレートウェスタン鉄道のウェールズ方面行き旅客列車がドイツの航空機に襲撃されたことがあった。当時の戦時速度規制をかなり上回る90マイル毎時で走り、列車は トンネル内に逃げ込むことに成功して、機関士が危険がさったと判断できるまでトンネル内で停車していた。この列車は数発の弾丸を受けていたが、重傷者はいなかった。イングランド側のトンネルへのアプローチイングランド側のトンネル入り口セカンド、セバーアンクロッシングは、イングランド側においてトンネルの上を通っており、トンネルに負荷をかけないように指示されている。橋の建設の機会に、 この部分のトンネル上部のコンクリート外の更新が行われている。長らく非電化であったが、グレートウェスタン本線の21世紀近代化計画の一環として電化工事が行われた。工事は2016年の9月から10月にかけて6週間の間列車の運転をすべて取りやめて行われ、10月22日に再開通した。この工事の間は鉄道で北へお回りするか、 トンネル両端の駅を結ぶ代行バスを使うかのどちらかが選択された。トンネル内の建築限界の制限により特別な困難があり、スイスのシンプロントンネルやゴッタルド鉄道トンネルの建設によって得られた経験がこの問題を解決する助けとなった。こうしたトンネルでは通常の河川ではなく豪体河川が使用されている。ありがとうございます。